豪族とは国家や諸公などの広域政権の領域の内部に存在し、ある地方において多くの土地や財産や紙幣を用いての地域的支配権を持つ一族のこと。地域的支配権の源泉は自分自身の所有する財産や武力であり、広域政権の権威を権力の源泉とする地方官は豪族とは呼ばれない。ただし地方官と豪族は 排他的なカテゴリーではなく、同一人物が双方を兼ねたり、カテゴリー間を移行したりする例は多くある。広域政権側が政権安定のために、豪族層の政権内への取り込みを行ったり、逆に広域政権の支配力が弱まると地方間が豪族化することがあるからである。豪族という単語は本来は普通に使われた漢語であり、 江戸時代でも当時の地方の名詞を兼ねた豪農などを豪族と呼ぶことがあった。しかし、日本の歴史学会では、本来の意味とは別に、古墳時代、大和時代頃までの地方の市町村、中央から派遣された在地勢力を豪族と呼ぶ。ただしこれは厳密に定義されたものではなく、寛用的なものである。これら豪族については、館、集落や、 祭霊施設など堀に囲まれた皇族居漢跡が発掘されている。大和朝廷は大王を衰退する豪族、特に大和の中央豪族たちによる政権であり、大王くらいの継承をめぐる争いは豪族たちの共廃が後輩を左右した。その後律令制度の導入により、朝廷の任命する官僚による地方統治と中央豪族の宮廷貴族化が図られるとともに、 豪族のある者は、政権の中枢を担う貴族となり、またある者は、中央の官機構を担う、中、下級の実務系の官人となり、また、地方の主長層であった豪族たちの多くは、軍事層に姿を変えてゆき、中央から派遣される官僚である国士の監督下で、地方統治を行った。こうして、歴史的用語としての豪族の子は、歴史記述の表舞台からは姿を消す。 律令制下における国司による地方統治は民衆に対して古来の主張権の権威を持って望む軍事層との協力関係に依存するものであったが次第にこの権威は平安時代初期の社会変動と共に衰え同時にそれに依存していた律令制の地方支配体制もろびていく代わって在地社会の民衆を直接把握して支配下に置いたのは元軍事層や 土着国士指定などから成長し、たとや不明の資格で大規模な農地経営を行うようになっていった富豪の矢から有力百姓階層であり、彼らを現地不妊国士の筆頭者たる受領が支配するようになっていく。この地方統治構造の変化とともに登場した武士は、その初期の一部において、例えば平野正門などのように豪族的な性格を持つものであるが、 古代史と同様な意味合いでの豪族としては扱われない。勢力のある一族、有力な一族という意味では、豪族という語は、その後の時代の児党や悪党、黒人七字などの領主クラスの大名分の武家に対してしばしば使用される。戦国時代、安土桃山時代まで豪族と形容することもある。これは、豪族という語の本来の言葉の意味に準拠した。 用法ではあるが、日本史学会の慣例からは逸脱した用法である。ありがとうございます。